価格というのは本当に悩ましいもので私たちはできるだけ高く売りたいわけですお客様はできるだけ安く買いたいと私たちは思い込んでしまってるんですねでも価格というのはとてもよくバランスが取れたもので私たちが売りたい と考える値段当然利益が出て会社が、えー、こう継続できる値段とお客様が買いたいと思う値段っていうのは必ずクロスする場面があるんですね。でそれが安ければいいっていうものでもないし高ければいいっていうものじゃなくて必ずこうそれがクロスする場面があるよって京セラの稲森さんが本の中でおっしゃってたんですけど「値決目は経営」なんていうふうに稲森さんおっしゃってますけれどもまさにいくらで売るかっていうのはもう会社の存続に関わる話なわけですね。 でもちろん高ければ高いほどいいっていう考え方もあるでしょうけれどもお客様はやっぱついいいてこれないっていうことうもありますでその時に値決めは経営だからいくらで売るかっていうのはすごく大事なんですけれどもそれを決める際に必要になってくるのは誰に売るかですよねお客様がどなたなのかどんなお客様にこのサービスを買ってほしいのかっていうことを決めない限りは値段は決まってこないですね。ですから これはまあニワトリか卵の話なんですけども、値段を決めることでお客様が決まってくるっていう考え方もあります。いや100万円のものを売りたいんだよって言えば100万円を買ってくださるお客様は特定されます。逆に私たちがサービスを提供したい誰にこのサービスを買ってほしいのっていう誰 っていうもの顧客特定がそれも30代男性とか F1 層とかっていうだかよくわからないものではなくてもっともっと具体的なこう個性家族構成その人の性格生活まで見えてくるようなところまで顧客を特定できれば これでままた値段が決まってくるわけです,、ね、ですからニワトリ卵どちらでもいいと思うんですけども値段を先に決めて誰が買ってくれるのかっていうふうに決めるのかまたは誰にこのサービスを買ってほしいのかというものをしっかりと明確にしてからその人が買ってくれる値段でサービスを作り込んでいくのがいいのか。 そういう考え方を持つことで値下げとかおまけとか同業他社がいくらとかっていうようなことにそういったノイズにこう惑わされずに自分たちのサービスの軸足を決めていくっていうことができるようになってくると思いますで、これは実はそんなに難しい話じゃなくてやっぱりノイズを遮断するっていうことを自分の中で哲学として用いるかどうかだと思うんですね世の中今ノイズがすごく多いのでいろいろ余計な情報が入ってきてこう気になってしまうんですね同業者さんの集まりなんか出ると たくそどうなのなんて言われるとそういうノイズでなんだかこうぐらついてきてしまうってことがあると思うので同業他社を気にするんだったら私はお客様がいくらなら出したいと思っているのかもっと言えばもっと出してもいいからもっといいサービスを受けたいと思っているのか。 それとももうちょっと安ければ回数たくさんサービスを受けることができるのかっていうようなことにもっともっと意識を向けて価格の決定権というものをぜひ自分たちの手に取り戻していただきたいと思います。